僕は春が来ると君のことを思い出すんだ。桜のような僕の恋人を。桜舞う遊歩道。その瞬間をハサミで切り取って永遠に写真に閉じ込めちゃう。カメラって魔法の道具なんです。いつか見せてよ、ハルト君の写真。うん。美咲さんは検査の結果ファストフォワード症候群でした。わかりやすく言えば人より早く年を取る病気です。残念ながら次の春を迎えることは。時は行き過ぎる。キスしたらクラスかな。ねえ美咲さん、僕らは出会ってまだほんの少しだけど過ごした時間は全部幸せな時間でしたね。たとえ神様であっても死ぬまで。何かあったんですか。ごめんね、ハルト君。もう会えないよ。なんでやそれ。一人きりシャッターを押す瞬間、何を願うのか。願い。自分の一番大事なものは諦めるな。美咲さんがどんな姿になっても大好きです。ハルト君と生きることができて本当に良かった。美咲さんの色だなって。私の色？満開の桜みたいだから。美咲さんの笑った顔。